ゆうくん何やってんの？今はですね、ダクトの打ち込みをしています。見てない。ちょっとあれじゃん、もうそろそろ搬入だから、搬入いっか。うん、よし、行こう。今日は僕の妻がトラックを運転しております。ミトンロングです。どうですか、トラックの運転はもう慣れましたか？もう慣れてますよ。余裕です。目つぶっても運転できる？これは無理だね。これは無理だ。そもそも無理だろ。違法だから。違法だな。やるね。ちなみに今どこに行ってたんですか？材料の配達に行きましたね。レッツゴー、フフー。ただいまー。ただいまー。手を洗いましょう。簡単でしょ、愛をしましょう。ダッシュでさ、買い物行く前にスマホ出て、やっちゃおう。うん、行こう。今日はね、はるちゃんね、お散歩で雨の日で撮ろうと思ったけど、びっしょびしょだと、もう結構降ってたからね、お散歩中が動画撮れなかったね。ね、こんなに汚れちゃって、アロくんのお腹はもう汚れまくりです。汚れまくりです。はい、よし、今日は給料日、給料日、夢に待った給料日。夢に夢に待つだろう。待たないの、夢に。夢に待たない系。待たないね。待たない系。現実に起きるからさ。いやいや、でも嘘、そんなことある？うん、そうだ、それは計算しますよ。あと何日で給料日だ。今日はね、今日はあの外食っていうよりはちょっとお家でね、うん、ちょっと給料日でガツンとね、豪華にね、なんか食事ができればと思って、ちょっとスーパーに買い出しに出てきてるんですけど、え、何か、とりあえず 100g3 万円ぐらいの松坂牛とかを。売ってないわ。売ってない。売ってない。あ、そう。やばい、ラムチョップじゃん。しかも見て、半額。半額。何買うの？え、何買うんですか？パイシート。お、パイシートね。いいよ。うん。今日外食も行かないしさ、うん、白ワイン買いたいんです。いいよ。いい。これがいい。モエシャンの。それシャンパンだよ。すみませんでした。かっこ悪。いや、これ、何でもいい。いや、赤にしよう。2500円。いや、ダメ、赤にしよう。なんで赤？うん、どれがいいの？その王室のやつにしようよ。名前だけでしょ。違う、メルローだし、信頼度高い。あ、そうなの？うん。まあいいけどさ、結局俺がスーパー来て買いたかったの、買えずにラムチョップだけで終わったし。まあそういうものなのよ。行きましょう。重たいし、うん、俺が買いたかったものほぼほぼ買えないし、うん、あ、重たい。頑張って、頑張って、よくできました。帰るぞ。今日はどっちが作りますか、ご飯は。一緒に作ろう。一緒に。うん。あ、どうしても。うん。あ、じゃあ俺は野菜を洗うだけでいいのかな。もういいよ、別にそれだけで。あ、そう。いいよ。まあじゃあそういう形であればちょっとお手伝いさせていただこうかな。うん。OK。じゃあ帰ってるか。
作りますか。頑張ろう。はい、キッチン行っても何もありませんよ。まだですよ、おやつはまだですよ。おやつはまだだよ。はい、こちらが今日買ったものになります。ラムチョップ、マイタケ、ミニトマト、パイシート、マッシュルーム、ニンニク、ディル、アスパラ、キュウリ、オクラ、牛生ハムと、タイと、カツオ。カツオはアロリンたちのおやつです。あとはこっちの飲み物になります。こちらを使って料理していきましょう。じゃあこちらカルパッチョにしていきます。いいよ。15人飲んじゃう。そろそろ完成する前だけどね。メルロー行きましょう。こんなもんすか。うん、うん、サルテー、サルテー。うん、美味しい。モンサンメルローは2003年ヴィンテージで歴史と伝統のある英国王室から。アロリンたちもお腹空いたかな。はい、何ですか、お腹空きましたか。はい、じゃあ料理が完成しました。こんな感じです。どうですか、うん、パイ包みコーンスープはめっちゃいい。めっちゃいい、うん、やばい。想像以上に美味しいかもしれない。想像以上に美味しい。なんかチキンとか入れたら全然もっと、本当はなんかクリームでケンタッキーのやつ、うん、にいける。うん、これちょっとカルパッチョ食べてみる。うん、うん、おぉキュー。うん、ペリ君うまいぜ。美味しいね。うん、おいしい。また来たよ。狙われてるよ。どう、パイは。超美味しいと思う。うまっ。うまっ。美味しい。暑い時のお風呂ってさっぱりするよね。うん。さっぱりー。
あ、すっごい。あ、なんか開いた。眺めるのかな、お風呂上がりが。お風呂上がりが。よし。あ、豆乳を、豆乳。は固まった体をほぐします。ストレッチできないからアイス食べる。おい、マジかよ。おい、やべ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 、おい、マジかよ。どうしてだよ、どうしてなんだよ。なんでアイスがこれしかねえんだよ。お風呂上がりにアイスを食べることを知っていて、なんでこのすぐ食べれねえアイスしかねえんだよ。これはチーの計画された陰謀か。クソの野郎、どいつもこいつも狂ってやがる。皆様いつもご視聴いただきありがとうございます。登録者数も1万5000人を突破しました。今日は給料日動画ということで、自宅でですねちょっと豪華にご飯を作ってみたんですが、こうして妻とワンちゃんたちと一緒に過ごせることがとても幸せです。皆さんもしよろしければ高評価コメントたくさんお待ちしております。また動画楽しみにしててください。ありがとうございました。Push me away, your life, blind, losing, ooh, losing your mind.